武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京外国語大学の2016年の入試について話していきたいと思います。主な入試の変更点は特にありません。では早速見ていきましょう。まずは英語ですが、英語はちょっと変更点というか、語数、要約と意見論ですね。ちょっとこれが、文字数が、多めでした。ここだけちょっと注意が必要かなという形ですね。で、大問が6個で、前半の大問3つが読解問題、残りの3つがリスニング、で、第6問に関してはリスニングと英作文のミックス問題という形になっています。で、基本的に単語などが難しい文章っていうよりは、非常に量が多い文章の、読み取り、記述および、選択問題。っていうのが読解問題で、リスニングに関しては1回しか読まれないリスニングが2つと2回読んでくれるリスニングと、それに伴った英作文ですね、意見論述ですねが出てくるという形にはなりますので、非常に難易度は高いかというふうに思います。スピードとあとはその総合力ですねっていう部分をしっかり強化していく必要があるかなと思います。特にリスニングに関しては他大学と比べても比重が高い形になってます。得点の半分なので。なので、早い段階から読み取れるようにしておかないと、聞き取れるです、ね、ようにしておかないと、ちょっと厳しいかなと思います。英作文と説明、記述での説明、およびリスニングの強化は、他大学の志望よりも、かなり早い段階から対策しておく必要があるかなと思います。反面、その難しい単語の暗記など、その部分に関してはあまり力を使うような問題ではないので、記述力っていう部分を、しっかり評価しておきましょう。はい。で、出てくる文章、に関しては、さまざまなテーマ、出ていくので、単語を覚える目的じゃなかったとしても、リンガメタリカなどを使って、難易度の高い長文にちょっと触れておいた方がいいかなというふうには思います。で、リスニングに関してですが、そもそもリスニング、ここの中で最大の難関というのは集中力を持たせることですね。リスニング試験試験で題も3つ使う時点で、なかなか そこまでの量を対策するってこと自体が機会としてないかなと思いますので、その中でさらに重英作文を、リスニング聞いた上で回答しなきゃいけないっていう点を踏まえると、聞き取ってとりあえずそこで安心して終了、その場で答えりゃいいやじゃなくて、聞いた内容をもとにまとめてそれを回答にするっていう練習をしておかなきゃいけないので、そのあたりの、外語大ならではの対策っていう部分もしっかりやっておくように心がけてください。はい、続いて、社会ですが、社会に関しては世界史、日本史、論述ですね。文字数に関しては500字程度、なので、さほど、量が多いというものではないですが、で難易度に関しても、論述用の参考書をやっていけば、問題なくいけるかなと思います。なので、論述用の参考書1冊、で、プラス外語大のセンター突破できているレベルであれば、基礎知識について大きな抜けはないかなと思いますので、講義用参考書や資料集、用語集などをちゃんと使うこと、プラス論述の参考書を一冊丁寧に仕上げて、近現代中心にちゃんと書けるようにしておくことですね。このあたりを、やるように心がけてください。なので、ここに関しては正直、ちゃんとした回答を書ければ、社会に関してはそこまで難易度が高くは、ありませんので、しっかり書けるように練習をしておきましょうという形ですね。で、範囲の決め打ちなどはちょっとしづらいかなと思う。広いテーマを結構聞いてくることが多いので、狙い撃ちを変にしようとせず、全体的な内容をしっかり押さえて、特に近現代、はしっかり押さえておく。他の時代も、絡めて出してくることは全然あるので、抜けがないようにしておく、ということを意識するように心がけてください。以上が、東京外国語大学の勉強となります。